ハインリヒ4世は神聖ローマ帝国の皇帝、並びにローマ王及びイタリア王。フランケン公バイエルン公でもあった。ザーリアアサ、第3代皇帝で、第2代皇帝、ハインリヒ3世の子。帝国の統治機構にも関わる、聖職叙人権の問題をめぐって、教皇グレゴリウス7世と激しく対立、ローマから教皇を追いやった者の皇帝が持つ神権の、 失墜は避けられないものとなった。皇帝としては、ハインリヒ3世であるが、皇帝ではない東フランク王ハインリヒ1世から、数えて4世とするのが一般的である。1050年、ローマ皇帝ハインリヒ3世を父に、母アグネスとの間の長男として、ゴスラーで生まれた。通常洗礼は、生後すぐ受けるものだが、クリュニー修道院の風号を大父に迎えるために、 翌年の春の復活祭まで洗礼が延期された。洗礼を受ける前であったが、父はハインリヒを後継者として扱い、クリスマスには宮廷に集まった諸公に復従を求めている。1053年には、父はまだ幼い息子を後継者として認可する帝国会議を行い、1054年7月17日には、ケルン大司教ヘルマンの手によって王冠を授けられた。 このように正式な後継者としての手続きが行われていたため、父が1056年に休止した時には特に問題もなく後継者としての地位につくことができたが、実際には母校ワグネスが摂政として統治していた。1055年クリスマスには、サボイア博夫オッーネの娘ベルタとチューリヒで婚約した。1062年の復活祭の後、ハインリヒ四世は、 ケルン大司教案の二世とバイエルン公、オットーフォンノルトハイムに率いられた豪族たちの手で誘拐されてしまう。小舟に乗せられたハインリヒ四世はライン側に飛び込んで逃げようとするが陰謀者の一人に救助されてしまい、ケルンに連れて行かれてしまう。母アグネスは一時的に引退を余儀なくされ、政府はアンノの手に握られることになった。アンノはアグネスの資源なしでは、 教皇としての地位を維持できない、対立教皇ホノリウス2世に対抗する教皇、アレクサンデル2世を支援した。ハインリヒ4世の育成はアンノの手で行われたが、アンノの権力独占は続かず、すぐに、マインツ大司教、ジークフリートや、ハンブルクブレーメン大司教、アーダルベルトと共有することになった。アーダルベルトはハインリヒ4世の保護者的な存在だったが、 ハインリヒ四世の教育は放置され、彼のわがままで頑固な性格は、この時期に形成された。従順なアーダルベルトはハインリヒ四世の副讐となった。1064年に、教皇アレクサンデル2世の正当性を宣告しに、イタリアのマントバに行っている間にアーダルベルトに、権力を奪われたが、1066年にアーダルベルトは、追放された。このことにより、 アンノは影響力を取り戻したが、1065年3月29日に青年に達し申請を始めた。ハインリヒ4世はアンノの影響力を正解だけに止め、続会での支配権を強化していった。1066年、婚約者であったベルタと結婚し、教皇の要請で南イタリアのノルマン人と戦うために軍隊を集めたが、アウクスブルクに到達した時に、すでに、 トスカーナ城博、マチルダの夫ロートリンゲン公ゴドーフロア四世が、ノルマン人に戦いを仕掛けていたため、進撃を中止した。1060年代からハインリヒ四世は、スラブケールティシア人やザクセンの東の辺境領への遠征を行ったが、直後に、シュバーベン大公ルドルフとケルンテン皇、ベルトルトの反乱に直面した。より深刻だったのは、バイエルン公。 オットー・ォンノルトハイムとの争いで、オットーは、幼年時のハイン・リヒ・ヨンセイ誘拐事件の死亡者の一人だった。1070年にオットーはハイン・リヒ・ヨンセイ、暗殺計画を企てていると告発され、バイエルン・綱領を没収された。このためオットーは、ザクセンで軍を集め、ハイン・リヒ・ヨンセイへの戦いを開始した。これが、ザクセン戦争の発端となった。ハイン・リヒ・ヨンセイは、 父の意志を継いで王権の強化に努めたが、現実には、当時のローマ王の地位は、諸皇と教皇の支持という、際どいバランスの上に成り立っていた、不安定なものであった。1075年に入るとハインリヒ4世は、教皇の意図を無視して序人権を行使し、自らの意志に総主教を任命し始めた。当然、教皇グレゴリウス7世はこれに抗議した。これが紛糾したことで、 ローマ王とローマ教皇の争いになったが、ザクセン公、マグノスなどの諸公が反旗を翻したことで、ハインリヒ四世の旗色が悪くなっていた。教皇による破門が実施されると、ハインリヒ四世は、教皇と直接会談しようと考えた。諸公に招かれて、アウクスブルクへ向かっていた、グレゴリウス七世は、ハインリヒ四世の接近を知ると、身の危険を感じて、 カノスサ城に避難したため、ハインリヒ四世は許しをこうて、波紋の解除を願った。これが、カノスサの屈辱と言われる事件である。忠誠を誓った、ハインリヒ四世に対してグレゴリウス七世は、波紋を解いたが、これによって、大井剥奪の危機を回避した、ハインリヒ四世はすぐに教皇に対する敵対行動を再開した。諸皇はハインリヒ四世に代わる王として、 シュバーベン大公ルドルフを縦強行も承認したが、ハインリッキ4世は数年かけて力を蓄えてこの事態の打開に成功。1080年10月15日のエルスターの戦いでは敗北したものの、ルドルフは戦時の傷が元で死去した。勢いに乗ったハインリッキ4世はローマを包囲1084年に対立強行クレメンス3世を擁立して提冠を受けた。 ハインリヒヨンセイの手によってグレゴリウス7世はローマを追われロベルトイル・グイスカルドに救出されたがローマに戻れずされるので隠しした。しかし諸侯の反乱はなおも継続。グレゴリウス7世の後を継いだウィクトル3世とウルバヌス2世もハインリヒヨンセイとの対決姿勢を崩さず長男の境地をコンラートの離反まで招いた。1 9 8年に コンラートの大井剥奪と1101年のコンラートの休止で一旦収まったが、次男のハインリヒ5世も反逆、1105年にハインリヒ5世に配位され、翌1106年にリエージュにおいて波紋の実のまま失意のうちに死去した。55歳であった。ハインリヒ4世はサボイア博夫ネの娘ベルタとの間に三男二女を設けた。 ベルタが1087年に死亡した後、1089年8月14日に、キエフ大公伏せボロド一世の娘エウプラキアと結婚した。彼らの間に子供はなく、1095年に婚姻は、会消。エウプラキアは、キエフに帰り修道所となった。歴史家の中には、この婚姻をキエフとの講話に基づく人質と見る者も、いる。ありがとうございます。